ジャネット・スチュアートは、スコットランドの貴族女性。スコットランド王・ジェームズ四世の書室の娘、フレミング教夫人。名にあたるスコットランド女王、メアリーの養育係を務めた。女王の腰入れ先フランスに渡り、フランス王・アンリ二世の愛人となって、諸子を生んだ。フランスでは、ウルワシュのスコットランド女王と呼ばれた。ジャネットはジェームズ四世王の、 知られている限りでは8番目の諸子として生まれた。ジェームズ5世王、大奉還を務めたセントアンドルーズ大司教、アレグザンダー・スチュアートとは、異服の兄弟にあたる。聖母は、初代馬ン伯爵、ジェームズ・スチュアートの娘で、ジェームズ4世の4番目の公めかけとなった、イザベル・スチュアートである。両親は、スコットランド王非常ォートを共通のひい祖母とする、母。 上院の関係にあった1524、5年、第3代、フレミング教、マルコム・フレミングと結婚した。マルコムとは、親族関係にあったため、結婚に際しては、教会の匿名を必要とした。夫妻の間には8人の子供が生まれたが、フレミング教は1547年のピンキーク、ルーフの戦いで戦死した。翌1548年、 おそらく彰福の娘ながら、スチュアート王家の血を引くことを理由に、名にあたる幼いメアリー女王の養育係に任命された。ジャネット自身の娘、メアリー・フレミングも女王に仕える4人の女官の一人に取り立てられた。同年、メアリー女王が南方のイングランドからのラフーイング攻勢から逃れて、フランス王大使に腰入れすることが決まると、 フレミング母子も女王に随行して大陸に渡った。しかしジャネットはフランス語を話せないため、フランス人の意思に幼い女王の病歴などを伝える能力に欠けていると考えられ、スコットランド国内では、この人選を疑問視する声も多かった。フランス宮廷に到着後、ジャネットはその美貌で宮廷の注目を浴びる存在となった。そしてメアリー女王のートである。 アンリ2世王の関心を引くことに成功し、1550年8月頃から王の寵愛を受けるようになった。やがて妊娠して、アンリ2世の息子を出産したが、王の寵愛を誇って傲慢な態度が目立ったために、王妃、カトリーヌ・ド・メディシスと王の最愛の長期、ディアーヌ・ド・ポワチエの怒りを買い、産後間もなく息子ともどもスコットランドに送り返された。ジャネットの産んだ息子アンリ・ダングレームは、後に、 認知されて、フランスの大修道院長、プロヴァンス州知事、レバント海帝徳の地位を授けられた。1552年、メアリー女王の母マリー・ド・ギーズ王大号と弟のドレーヌ・スー・キ教との間で、ジャネットを再び、フランスに送り込む計画が話し合われた。ジャネット自身は、摂政アラン・ハクに、アンリにせようと再会したいとの意思を示していたが、マリー王大号は、 カトリーヌ王妃の機嫌を損ねないよう、ジャネットのフランス渡航を断念させている。アンリ二世及び、マリー王大合坊都合の1560年8月22日、ジャネットは、息子アンリと共に、スコットランド数インから出国の許可を得て、フランスに再渡航した。夫フレミング教徒の間には8人の子女を設けた。フランス王アンリ二世との間に被着室の息子を一人、設けた。 ありがとうございます。